2022年走行中の宇都宮線内で一つの事件が発生しました。今回は犯人の生い立ちから最終的に下された判決までをまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、宮本一馬が1993年7月4日に奈良県橿原市で生まれました。その後3人の兄弟が生まれ、一家は6人家族になったそうです。4人兄弟の長男だった宮本ですが、彼は決して手本になるような生き方をしていませんでした。宮本は幼少期から手のつけられない子供だったらしく、周囲の人々からは乱暴者という認識を持たれていたそうです。実際彼は気に入らないことがあると暴力に訴えかける節がありました。また目が合うと相手のことを睨みつけて威嚇したりすることもあったようです。そんな宮本は中学卒業前後に実家を出ていきました。そうして地元を離れた後は大阪に移り住みます。そして大阪最大の繁華街である南に立つホストクラブで働き始めました。ホストとしての彼はそれなりに優秀だったそうです。宮本は顔の美容整形を繰り返し、見た目を良くしていきました。ルックスが良くなった彼はホストクラブにやってくる女性客相手に恋人同士のような振る舞いをする色恋営業をかけていきます。これがうまくいったことで、一時期は1000万円を超える売り上げを出すこともありました。ですが人間性は地元にいた頃と全く変わらなかったようです。宮本の勤務態度はとても悪く、周囲のホストからの評価も散々でした。結果として彼は勤務先の店に居続けられなくなります。それでもある程度の売り上げを出していたため、受け皿はあったそうです。宮本は南のホストクラブを転々としながら金を稼いでいきました。その一方で私生活はかなり荒れていたようです。その最たるものとして違法薬物である覚醒剤に手を出していたという事実があります。夜の世界で働いていたこともあり、薬物に手を出しやすい環境が揃っていたのでしょう。以降の宮本は薬物中毒に陥ってしまいます。また彼は和彫りの入れ墨を入れ、これを見せびらかすようにしていたそうです。やはり宮本には不良ぶりたいという思いがあったのだと思われます。もしかしたら極道や半グレなどに対する憧れがあったのかもしれません。実際彼は路上でサラリーマンと肩がぶつかると、少し歩いてから舌打ちをして、やっちまえばよかったかななどとつぶやいていました。周りの人々の前で無意味にシャドーボクシングをしていることもあったそうです。その他、年下相手に肩パンさせてくれと言い、嫌がる姿を見て楽しんだりもしていました。ただし威勢がいいのは自分よりも弱い立場の相手の前だけだったようです。自分よりも立場が上の人間に対しては常にヘコヘコしていたといいます。その一方で後輩には偉そうにしていました。後輩と一緒にいる時だけは優越感に浸ることができるため、いつからか彼は後輩とばかりつるむようになります。宮本は自分が身を置くグループの中では一番上の立場じゃないと気が済まない人間だったのです。彼は自分の威厳を示すかのように、適当な挨拶の仕方をする後輩に対して、お前ら挨拶がなってねえぞと怒鳴りつけていました。そのようにして大きな態度をとっていた宮本ですが、後輩と遊ぶ際には必ず割り勘にしていたそうです。彼がそんな調子だったため、当然後輩のグループからは忌み嫌われるようになります。そしてとうとう一部の後輩が宮本に立てつくようになったのです。ここで後輩たちは驚きの事実を目の当たりにしました。あれだけ暴れ回りながら大物ぶっていたのにもかかわらず、実際の宮本は喧嘩が弱かったのです。今までは相手がやり返してこなかったため、そのことがバレていないだけでした。結局彼は腕っぷしの強い後輩にボコられてしまいます。そのような中で南に入れなくなった宮本は2018年2月にホスト界最激戦区である東京歌舞伎町に職場を移したようです。しかしそこでは大阪時代のような結果を出すことはできませんでした。その状況に耐えかねた宮本は1年後の2019年1月に古巣である大阪南に引き返していったそうです。そしてそれから約3年後の2021年12月には栃木県宇都宮市に立つホストクラブに勤務先を変えています。そこでの彼はホスト歴が長いことや歌舞伎町のホストクラブに勤務していた経験があることを重ね着せて、周りの人々にマウントを取っていたそうです。宮本が常に上から目線で物を言うため、関係者からは煙たがられるようになります。当然同僚の中には宮本の意にそぐわない行動を取る人も出てきました。すると彼は怒り出し、相手に暴力を振るうのです。この時点で宮本は20代後半になっていましたが、それでもなおすぐに手を出す気性の荒さは変わっていませんでした。この気性の荒さが原因で彼は事件を起こしてしまいます。2022年1月23日、
宮本が JR 宇都宮駅始発の宇都宮線直通湘南新宿ライン逗子行きに乗っていました。喫煙者だった彼は電車に乗っている最中にタバコを吸いたくなったそうです。そこで宮本は非常識極まりない行動に出ます。なんと電車内で堂々と電子タバコを吸い始めたのです。しかもその際に彼は優先席に寝転んでいました。明らかに異常な行動をとっていたこともあり、周囲の人々は関わるのを嫌がって誰も注意をしようとしません。しかし電車が雀宮駅を発車したところで一人の少年が立ち上がりました。この少年こそが後に事件の被害者となる当時17歳の高校生 A さんだったのです。この日彼は3人の友人と共に電車に乗っていました。 A さんには喘息の持病があったため、宮本に注意を促すことにしたようです。彼は優先席に寝転んで電子タバコを吸う宮本の元へと近づいていき、お兄さん、タバコを吸っていますね、やめてもらえますかと注意します。しばらくの間、宮本はこの注意を無視してタバコを吸い続けていました。そんな彼に対して A さんは注意を繰り返します。すると宮本は身を乗り出すようにして A さんに迫っていきました。これを嫌がった A さんは宮本のことを押し返します。その瞬間、宮本が激高して手を出しやがったな、土下座しろと騒ぎ出したのです。彼は着ていたダウンジャケットを脱いで半袖の T シャツ姿になり、腕に掘られた入れ墨を見せびらかすようにしながら A さんにつかみかかります。そして殴る蹴るの暴行を繰り返したのです。暴力を振るいながら土下座を要求する宮本に対して A さんは、自分が謝ったら手を出さないですかと確認します。その上で彼は宮本に向かって土下座をしました。ですがそれで暴行が止むことはなかったのです。宮本は土下座する A さんの頭を踏みつけ、なおも暴行を加え続けます。この時電車には数人の乗客が乗り合わせていましたが、みんな怖がって止めに入ろうとはしませんでした。それからほどなくして騒ぎを聞きつけた車掌が現場となった車両に駆けつけてきます。そして宮本のことを止めようとしました。しかし彼はこの制止も無視して A さんを殴りつけます。その際宮本は、お前俺に喋りかけられる分際ちゃうんや、ぶっ殺すぞ、喧嘩売ってんじゃねえぞと口にしていました。その後電車が自治医大駅に到着すると、宮本は A さんを駅のホームに連れて行き、そこで暴行を再開します。この暴行は実に15分間も続いたそうです。途中でこれに気がついた駅員が警察に通報を入れます。そして宮本のことを止めに入りました。ここで宮本本人も警察を呼ばれたことに気づいたのでしょう。焦った彼は別のホームに入ってきた電車に乗って現場から逃げていきました。その後警察が現場に到着し、捜査が開始されます。 A さんはすぐに病院へと救急搬送されました。そこで彼は右頬骨付近骨折の重傷と診断されたそうです。幸いにも命に別状はありませんでした。それから数時間後の午後11時20分過ぎ、宮本が JR 宇都宮駅に戻ってきます。そんな彼に対して捜査員が職務質問を行いました。すると宮本は暴行の事実を認め、任意同行に応じる姿勢を見せたようです。これを受け栃木県警下野署は翌日の24日未明に傷害容疑で彼を緊急逮捕しました。その後行われた取り調べに対して宮本はこのような供述をしています。相手が初めに喧嘩を打ってきて自分の首に手を押し付けてきたのでやり返しただけ、正当防衛だ、呆れたことにあれだけ一方的に暴行を加えておきながら、いざ逮捕されると彼は正当防衛を主張し始めたのです。さらに宮本は取り調べを担当した検察官に対して次のような暴言を吐いています。あんま人をバカにした喋り方すんなよ、ムカついたら普通にしばき回すぞ、マジ暴れるぞ、犯罪するやつはどこでも犯罪すんねん、相手が確実に手を出してこないことが分かっているからこそ宮本はこんな言葉を口にすることができたのでしょう。しかしこれは当時の彼が最も取ってはいけない行動でした。被疑者が一番怒らせてはいけない相手は検察官だからです。被疑者を起訴するかどうかを決めるのは検察ですし、罪状を決めるのも求刑するのも検察なのですから、普通は絶対に暴言など吐けません。それは宮本が憧れていたであろう不良の世界でも常識です。ですが不良ぶっているだけの彼はそのことを知らなかったのでしょう。結果として宮本は傷害罪と強要罪だけでなく、検察官を脅迫した公務執行妨害罪を加えた3つの罪で宇都宮地裁に起訴されることになりました。しかも検察は起訴前に2ヶ月ほどの期間を要して鑑定留置を行っています。これは宮本に刑事責任能力があることを確認することで、
裁判が始まった後に言い逃れをできないようにしようとしていたのです。2022年6月16日に開かれた初公判で宮本は起訴内容を認めています。そして被告人質問の際には土下座をさせたことまでは覚えているが、それから先は覚えていない、頭に血が上って考えられなかったと供述しました。これに対して検察側は、犯行は極めて自己中心的だ、容赦ない暴行を加えたのは極めて悪質と非難し、懲役3年を求刑します。一方の弁護側は、冷静になり深く反省していると主張し、執行猶予付きの判決を求めました。判決公判は事件から半年後の2022年7月19日に開かれています。そこで宇都宮地裁は、事件の発端は被告の常識外の行動にある、無抵抗の被害者に執拗な暴行を加えており、動機や経緯に酌量すべき点はない、被害者は多大な肉体的精神的苦痛を被ったと説明し、宮本に懲役2年の実刑判決を言い渡しました。期限である8月3日までに弁護側検察側の双方が控訴しなかったため、このまま一審判決が確定しています。いかがでしたでしょうか。電車内でタバコを吸う男を注意した男子高校生が暴行を受けた事件、被害を受けた少年は正義感が強い子だったのでしょう。悪いことを悪いと指摘できる彼は何も間違っていませんが、賢い選択だったとは言えません。明らかに異常な行動をとっていた犯人に関わって得をすることなど何もないのですから、喘息の持病があったのなら車両を変えればよかったのです。倫理的には正しい行動でも、それを素直に受け入れるほど世の中は正しく機能していません。認めたくない現実かもしれませんが、そのことを理解して行動することが自分の身を守ることにつながるということもまた事実なのです。それではご視聴ありがとうございました。